久々のアマゾン。そしてその中身はこの後すぐ。 Welcome to Ted Hammer TV and here's your host Ted Hammer。 どうも、雨が育ちのヤットの人とケトです。またまたガンダムコンバージですよ。ただ今回はですね、久々の通常シリーズのレビュー動画になります。ここずっとガンダムコンバージの特別弾やアサルトキンダムのやってましたからね。ということで例の箱に登場してもらいましょう。せーの、やはりカートン買いになるとアマゾンですね。ということで早速開けてみましょう。せーの、ほっ、なんか久しぶり。では早速 Here we go。 よっしゃ、バンダイフュージョンワークスガンダムコンバージ19。改めてご紹介します。超密度の濃密なスケールが詰まったガンダムコレクションフィギュア、ガンダムコンバージの第19弾です。そして今回のラインナップはこんな感じです。まずはガンダム G のレコンギスタより YG111 ガンダム G7、 機能戦士ガンダム G オリジン青い瞳のキャスパルより RTX65 ガンタンク初期型、機能戦士 V ガンダムより LM314V24 V2 アサルトガンダム、そしてアドバンスオブゼータティターンズの鳩のもとにより RX1211 ガンダム TR1 ヘーゼルカイ、そしてヘーゼルカイのティターンズカラー、最後に FFX29A G パーツフルドロ。てなわけで今回の6機種ですが、私の馴染みのないやつもありますね。でもなかなかのメンツです。合計10機種ありますんで、いつもように4機がダブっています。そして1機のシークレットバージョンも含まれています。今回も一気に紹介しますのでお楽しみに。では順番に、はい、それでは全て開封しました。そして久々にガム大量ゲット、娘たち行きです。はい、久々ですね、こんだけ多いの。どれだけ時間かかんねやろうね。それで一気に組み立てていきたいと思います。 Ready Go。 できた。いや、今回もですね、なんか予想以上に時間がかかってしまいましたね。特にですね、G セルフの頭ですね、このアンテナがよう外れてました。やっぱりこの辺が接着剤必要かなっていうふうに思います。では一機ずつご紹介しましょう。 Ted Hammer TV。 まずは G セルフ大気圏用パック装備型です。一応今回のメインですが、正直言ってガンダム G のレコンギスタはあんまり見てませんでしたね。私の小学生の児童の方がむしろ詳しいのですが、初代ガンダム世代から見たら非常に斬新なデザインですね。また今回は体験用パックを装備しているみたいですよね。シリーズ中いろんなパックを装備してきたようですけども、私はこれが一番好きですね。いつもの通り目はクリアパーツですが、珍しく今回は胸部もクリアパーツです。肩や手首は動かすことは可能ですが、ただ首は固定ですね。で今回はビームサーベルとアメリア製シールド装備型がシークレット機として登場してます。ただボディは全く一緒ですね。それでは回していきましょうか。前から横、やっぱりどちらかというと私こっちのシールドの方が好きですね。反対、サーベルもライフルもどっちもいいですね。そして後ろ姿、体験用のパックはさすがにかっこいいですね。お次はガンタンク初期型です。皆さん、機動戦士ガンダムジオリジン青い瞳のキャスパルもうご覧になりましたか？あんまり言うとね、ネタバレしてしまいますけども、このガンタンク初期型の戦闘シーンはかっこよかったですよね。まさかガンタンクのような戦闘シーンでこれだけ興奮すると思いませんでした。で今回はそのデフォルメされたバージョンが登場したわけですが、もうほんまに可愛いですよね。これなんか先日レビューしたスターウォーズコンバージの R2D2 に通じる可愛さですよね。もしかしたらこれ娘たちに捉えるかもしれないな。ちなみに肝心なパーツですが、首、腰は動かすことは可能です。ただ残念なのはキャノン砲の角度は固定となっていますので動かせません。
それでは回していきましょうか。前から横、いやこれほんまになんか可愛いね。反対、でも可愛さだけでなくてほんまにディテール細かいですよね。そして後ろ姿、このタンクディテール半端ないですね。3番手は V2 アサルトです。 V2 は以前にも登場したようですが、 YouTube レビューする前の頃なのでまだ持っておりませんね。ただ情報によると新しいモードを使用しているみたいですね。それにしてもこの金色の塗装、高級感が出てますよね。なんかキングオブモビルスーツと言わんばかりやな。また今回はアサルトパックのみの装備で、ガンダムコンバージ20ではバスターが登場することになってるんですよ。楽しみですね。それではこれでも回していきましょうか。前から横、シールドが光ってディテール細かいこと、さすがです。反対、このランチャーもかっこいいですよね。そして後ろ姿、この辺もちゃんと塗装されてまして妥協一つ感じられません。素晴らしい。次は一気に2つ出していきましょう。で、今回のマイナー枠はアドバンスオブゼータティターンズの鳩の元にから、色は違いますがモールドは全く同じあるヘーゼル界とヘーゼル界ティターンズカラーの2機です。これも正直に言ってアドバンスオブゼータの小説を読んでいませんが、この2機を見ていると読みたくなりますね。機動戦士ゼータガンダムのサイドストーリーということもあって、デザインもクリプス戦機の匂いがかなりしてますよね。私好みですわ。角張ったフォルムはもう最高ですわ。しかもそれをデフォルメにすると何やろ、めっちゃ合いますやん。しかもディテールを損なわずにかなり細かく仕上がってますね。それはこれも回していきましょう。前から横、このシールドめちゃくちゃ気に入りました。かっこいいわ。反対、持ってるビームライフルですけども、ジムのようななんかコンパクトな感じになってまして、なんかかっこいいですね。そして後ろ姿、このデザインかなり気に入りました。そしてラストを飾るのはガンダムヘーゼル界のパワーアップユニットとして登場したフルドド。イメージとしましては一年戦争時の G ファイターのような独立した支援メカなのでしょうね。ただヘーゼル界とのドッキングは戦闘時にはできず、出撃時に機体を乾燥させなければならないっていうのがなんともお茶目ですよね。それにしても推進力とですね、長距離のロングブレードライフルはまっさに脅威と言えるでしょうね。はい、それではこれも回していきましょうか。まずは前から横、反対、そして後ろ姿で、これはガンダムヘーゼル界のパワーアップユニットでしたよね。ということでこれとこのパーツを使用すると合体してヘーゼルラーに変身することが可能です。これはかなりボリューミーですね。いやめっちゃかっこいいわこれ。いやこんなかっこいいモビルスーツが今まであったってこと知らんかったのが情けないですね。反省。それでこれも回していきましょう。前か横、反対、そして後ろ姿、もちろんティターンズカラーの方にもドッキング可能です。あ、言うの忘れてました。合体方法についてですけども、いつもね言ってますでしょ、組み立て説明書がないってブーブー言ってたと思いますけども、これにつきましては説明書はなかったですが、公式ホームページに説明が載ってますんで、そちらの方を参考にしてください。 Ted Hammer TV。 いやーさすがにこのシリーズ裏切りませんよね。触腕でありながらしかもデフォルメですよ。ディテールが細かくクオリティが高い仕上がりになってますわ。また私個人的なことですが、馴染みのない機体との出会いにより、この辺とこの辺ですね、作品を今度チェックしてみようかなというふうに思いました。素敵ですよね。あと次回の第20弾では今回と連動した機体もラインナップされているようですので、かなり期待しちゃいます。これね、これね、その回はレビューする予定ですので必ずチェックしてくださいね。それでは皆さん、次のアップまで See ya! Bye! これもレビューセンター赤いよね。いつしよう。皆さん、テッドハマー TV3 年目を記念しまして、私のサブチャンネル、ゆるテッドを開設いたしました。ぜひこちらの方にも遊びに来てくださいね。 Check it out! Okay,